お昼ご飯食べてみたいと思いますね。遅いですよね。これシェラカップ買ったんですけど、これで、やってみたいと思います。これいいよ、200円だけど、ダイソーの。珍しくステンレスよく使ってる。だいたいダメなんだけどね。前はね、これ使ってたの。500円の100円ショップのやつ。ダイソーではないんだけど。これはステンレスすごい使ってる。あ、危ない。危なー。やっちゃうとこだった。枝豆焼き作りたいんだけど、この上に膜があるらしいのよ、これ。この膜を取るといいらしいんだけど、膜取れてるのかわかんないな。ここの上に膜があるんだって。あー、やっちゃった。失敗です。でもこれで終わり。はい、終わってみました。今度は成功したい。ここ体。このところから上に持ち上げるみたいだけど、ちょっと、ああ、無理だね。ここに膜があるんだってさ、この上に卵の。持ち上げられないもん。古いから、卵が。って言っても5日までだからね、10月の。そこまで古くはないけど。無理だね。このままいきます。ウインナー入れます、これ。マジックカットもさ、なかなかマジックカットじゃないんだよね。ダメだ。どこからも切れますって、切れないんだよ。ダメだ。結局、どっかにあるのか？ない。ないないない。ハサミで切る。多分白くなっちゃうと思う。蓋やったら。やってみる？うまく取れてないと思うから。ウインナーも入れた方がいいか？全部入れる。胡椒を。塩胡椒はしない。いけるかなあ。熱い。失敗でございます。さっきの卵ね。こびれついちゃうかも。あ、大丈夫だ。はい。隠れちゃうな。これでいい？ビールをまとった。これも。これもって。キャベツね。この瓶のやつ、久しぶりだな、俺使うの。今はあれなんだね。グッドデザイン賞みたいな。ね、このマーク。お酒はね、純米酒。甘鯛のね、尻尾から。乾杯。辛口のコクがあるな。まあそんなに磨いてないですね。フルーティーさもないから。うまい。で、これは納豆キムチ昆布。やー、久しぶり。動画。ね、もう私のこと忘れてると思いますけど、それでもね、私はやっていく。いただきます。白米が貴重だからね、今ね。美味しい、白米。噛み締めてね。なんかね、値上げしすぎて売れてないみたいね。お米。これいいよね。昔ながらの。
ウインナー。うん、なんかわかる、寄せ集めですっていう感じの肉で取れてたのかな。蓋しても黄身がちゃんとなってる。蓋すると白くなっちゃうでしょ、白身の膜でね。うん、胡椒が効いてスパイシー、うめえ。お米ちょっと片面炊いたんだけど、この半熟の感じがいいよね。うん、まあ今卵ってさ、何個食べても大丈夫らしいよね。昔はね、1日1個って言われてたけど、結局野菜をちゃんと食べてればそうでもないよね。納豆、うん、あ、昆布入れるのいいね。塩昆布入れたんですよ。そしたらちょっと旨味が増しますね。納豆とキムチだけじゃなくてね。